はい、今回はね、福井県の永平寺をサクッとね旅トレしたいと思います。そこがね京福バスのバス乗り場で、その向かいがそば亭一休さんで、アップルパイのね有名なケーキ屋さんというかねカフェも横にあるということで、おそばとねアップルパイ一緒に食べれるというお店ですね。ただアップルパイはね期間限定だそうで、でこちらが井上さん、門前まで 250m 駐車場、これ井上さんの駐車場ですね。でここが永平寺の駐車場になるのかな、全然1台も止まってないけど、1時間まで300円、以降30分ごと100円。でここに三楽亭っていうお蕎麦屋さん、これ右の方行ったら朝倉市遺跡、あの一条谷の方ですね。でこの通りにお土産屋さんとか飲食店が並んでいるということで、メインストリートですねここが。ご飯食べれるところをちょっとね探していきたいかなと。ここは喫茶店かな。なんかお店はたくさんあるけど、ご飯を食べれるところはそんなにって感じなんかな。久々来た、もう十数年ぶりに行きますね。全然記憶にない。なんか地図で見たらめっちゃお店あるような感じするんやけど、ここもお土産屋さん、なんか閉まってる、今日水曜日やからかな。で右側北挙荘さん、団体がよくね使うお店ですね。観光バスここに停めて、北挙荘懐かしい。北挙荘って北に京って書いて北挙荘なんや。こっちは閉めてんのかな今。ごま豆腐、だるまプリン、やっぱごま豆腐なんかな。お土産はお土産中村。やっぱご飯食べれるところ少ないですね。山川屋、マイクロバス無料、これ何これ三個。山口土産店、全然食べるとこないやん。平治そば、ここは食べれるか。江内そば、お土産お食事、ここは食べれる感じですね。ここ発出しよう。そこも食べれるっぽいけど今日お休みみたいですね。なんか昔はねバスをここの前に止めてたけれども、今は止めれないみたいですね。昔はここにね乗降だけさせてもらったんですけど、今はできないということです。
新緑がめっちゃ綺麗。でここ手水、手水がちょっと変わってるね。長寿者。ここ窓口で個人も団体も同じだそうですね。でこの中はもうね、靴脱いで上がるということで、で撮影できないところはできないって書いてるし、基本的にはできるんですけど、雲水さんにはカメラを向けないっていうのが一応ねルールでございます。でこっち入り口、向こうが出口となってます。ここで履物をビニール袋に入れるということです。御朱印ある方はね、この先ですね、御朱印預けて、で参拝順路で、この先の部屋でビデオ上映があるので、ここで、まあ、お勉強してから先に進んだ方がいいと思います。はい、今ね階段上がってきて、今ちょうど山門の横ですね。結構ね階段あるから足の弱い方大変ですね。これここ山門やけど出られへんと。出入り禁止。この奥行くと、仏殿、そして法堂。通すと浴室、山門、仏殿、法堂、僧堂、クイーンで、七堂伽藍ってねいうふうに言われてて、座禅をしているお釈迦様の体をね表しているそうです。また階段が続く。まあ雨の日でも屋根あるから、雨の日でも安心っていうのはいいっすよね。そこがハット、これが僧堂ですね。雲水さんが寝起きするところで、こちらが仏殿、心臓部分。仏殿で奥が法堂、またさらに階段が続く。ここから見るこの中門と山門もいいですね。でこっち道内ね、あの修行僧が映らなければ中もね撮影 OK だそうです。で
頭の部分、八頭にね向かいましょう。結構大変で、この上が八頭。で、こっちが常陽殿。五戒山五神廟ってことは、道元さんの五神廟、五廟ってことですね。めっちゃ立派。ここもいいですね。常陽殿の方も行けるんや。通す。で、この奥常陽殿なんですけど、まあ、5秒なんで、こっちは道内の撮影は禁止ということです。はい、引き返します。はい、常陽殿から戻ってきたら、こっちが八頭です。だからぐるーっと上がってきて下るって感じ。はい、八頭のね参拝終わったら下りたいと思います。いい運動になりますわこれで。また仏殿のところまで戻ってきました。参拝キロ。こっちが大クイーン。この大クイーンから見るこのね、八頭と中門もこれいいですね。これここ一番なんかアングル的にいいかな。はい、大すりこぎ棒。あ、これか。あ、これがすりこぎ棒。まあ、大クイーンというか栗って台所ですからね。これでごまするんですかね。すごいな。どっちからでも帰れるのかな。はい、でね、元の場所に戻ってきましたよと。三門ところですねこれ。まあ、こっちも矢印あるけど、だいたいこうぐるっと時計回りに回るのがオーソドックスだと思います。はい、で三門に戻ってきましたと。で、出口はねこっちですね。最後なんか宝物館が右にあるそうです。
でこっちが出口、ビニールはそこに入れてくださいということです。はい、さっとね駆け足で見てきましたけれどもね、永平寺イメージできましたでしょうか。